ウソもオリンです。今回も懲りずにサイドオーダーやっていこうと思います。さあ今回はですね、こんな企画やっていこうと思います。ジムワイパーをレンジチップで埋めればもう世界一刀両断できるんちゃうかということで、さあ今回はね、ローラーの時にもやったあの範囲をねめちゃめちゃ大きくして世界ぶち壊してやろうっていう企画なんですけど、今回はそれをねジムワイパーでやっていきます。で、出やすいのがラッキーとドローンなんで、まあ、今回もね埋められるかどうかわからんねんけど、一応ねこのオレンジチップのみで埋めるっていうタイトルなんですけど、チャージ時間だけ許してください。これがないとね、微妙な感じになっちゃうと思うから、これでポンポン貯めて打って、残りオレンジで埋めてみたいな。さあ、というわけで世界は一刀両断できるんでしょうか。行くぞ新世界。はい、もちろんカラーチップ偏りはなしです。さあこの状態で出るのかよね。いやマジでね、出えへん時出えへんからね。そもそもオレンジがまだ出てないんよな。おお全部欲しい。なんなんそれ、お前まとめて出すなって。何の嫌がらせやねん。まあとりあえずサイズから取っていこうか。これ優先やな。どうなんやろ、なんかサムネとタイトル的にオレンジで埋めたらって言ってんねんけど、正直俺オレンジで埋めたないねんな正直なところよ。うん、だってオレンジだけで埋めるよりさ、そこに威力チップとか積んだ方が明らかに強いやん。せやからもうインクショットダメージでもいいかなと思うねんけど、どう思う、どう思うって聞いたところでしゃあないねんけどえ、どうしよう、そこ縛る意味あるかな。なんならオレンジ多めででもええもんな。うん、あーでもまあまあ、だってこういうところでさ、あのオレンジ縛って取りますよ言ったらいらんもん取っちゃうやん、こうやって。せやから無駄なオレンジで埋めるぐらいやったら、あのインクショットダメージでもええかなと思うんすけど、どないでしたろ皆さんね。あー、ホーミングは違うな。なるほど、はい、踏み込みアタックちゃうな。うわー、もうラストやん。うわー、こういうとこで積んじゃうよな。だからうん、赤色のチップも OK にしていい？言うて。やっぱ最強の方がみんな見たいでしょ？それでいきまーす。うん、オレンジで埋めたら言うてますけど、主役はメインサイズなんですよ。てかメインサイズだけでいいんすよ、正直。よいしょ。だからこういうとこで、あ、どうしようかな。もう一回行くか。もう一回行こう。ネリコインなくなっちゃったけど、ああいいやいいや、そうそうそう、いいよー。なんか俺もほんまにロローノアゾロになるわ。なんかすごい飛んでたんやけど、うん、今回も威力も、おーおー、あいつよ飛ばされんな。はい、メイン射程いいよー。なんかこういうこと言うたらオレンジ出やすなんのな。これどういう現象、ほら元のさ、元の盾のサイズがでかいから1枚取っただけでもこれなんよ。はい、遅くした敵ダメージもまあありっちゃありやな。ダメージ倍になるもんな。これ1枚だけ取っとこうか。いきまーす。カキーンなんで、なんでそんな下行った。あ、よいしょ。うわ、なんか急にオレンジ出やすやん。何それ。当てつけ？当てつけですか私の。何？オレンジだけで染めろって？さあ。おー。どけ、邪魔や。おお、でかいでかいでかい、だいぶやで。うん、ええやんええやん。でしっかりメイン使わない守っていきましょうかと。うん、はい、ボンボンボン、あ、ボンボンボン、あ、直接当てるのダメなんや。うん、じゃあもう貯める必要あんまないかな。ほっ、いけ、ダーン、カニタク、あ、ええやんこれ。うーれ、うーるるる。あー、どうしようかな。あ、でも金か、多分近寄ってくる機会ないんやけど、どうしようかな。まあまあ練りコイン多いし取るか。取ろう。でもこの前夢でさ、あまりにサイドオーダーやりすぎてサイドオーダーの新ステージ来る夢見た。それがステージが倍になるアップデートでさ、あの弾の激ムズが追加っていうそういう夢見た。めっちゃムズかってん。で、全然クリアできんくて。そういうアップデがあったらいいなぁ。現在5月の23日です。はい。もうね、6月のアップデが今、着々と発表されてますけど、多分もうこれ上がるのは6月行ってからやと思うね。
だからもうどうなってるか皆さん分かってると思うんですけど、どうですかね、来てました？アップで。はい、なんだかんだメインショットサイズがめちゃめちゃ乗ってるんですけど、順調ですね。これはさすがに5枚いったか。はい、おお、メインショット貫通、おお、ららららららら、これは確定ですね皆さん。はいはい、おお、でもやっぱね横幅は短いっすね。あ、横幅は短いわ。お、いいね、うおー、気持ちいい、マジで。うい、おお全部貫通するから一撃なんやけど。うい、でもこれはマジでね、貫通マックスまで取って、よいしょ、8体貫通マジでいると思う。絶対あった方がいい。弾が一発しか出えへんからね。はい、よいしょ。インクショットダメージ。いや、まだ 5% やもんな。5%? そうやったら、金とか円の 15% の方がまだいいよな。3枚分やもんな、実質。あー、メインショーできた。え、あれ取らんかったらほんまにオレンジで染まったんちゃいますってなるやん。な。うい。うい。で、射程的には、まだまだ短いっすね。まだまだ短い。うい。はい、行きまーす。あ、パパパパパのパと。はい、パパパパパパ。チャージ弾色も欲しいとこよ。うん。出たかと思ったよね。今日はいける気がする。お、メインショットダメージ、円。いいやん。うわー、このステージか。しかもタコで移動しないと、まあ終わってるやん。クリア不可やろ。ここタコで移動しないはもうほぼほぼ無理ですやん。お、あ、届くんや。届くんやったらいけますね。うん。いけます、いけます。よーし。よいしょ。あー、もうボスっすか？どうしようかな。正直、このボスの方がおもろいと思うから、変えようか。もう、あとは何でもええわ。はい、ここ。あ、ここ。あ、もう、ウルトラ着地させないよ。うん、ウルトラ着地させない。はい。させないよ。関係ないよ。はい。俺ら終わった。てか最近さ、R1 ヨーグルト飲み続けようかな思ってんねんけどさ、みんな、R1 ヨーグルトって飲んでる？なんか巷ではやたらさ、花粉が収まりましたとか、なんかもう、風邪ひかなくなりましたとか、魔法の薬みたいに言うやん。ほんまなんあれ。花粉症治んだって俺もう、ガバガバ飲むで。って思ってるんですけど、どうです？横振り速度は今回使わないんでいらないです。バーカーサイズ惜しい、惜しいね、残念。あー、惜しい。もうラスト、これラストね。はいはい、今回も運はなかったと。来なきゃよかった。はい、スペシャル増加量いらん、それじゃない。ほい、メインショット乗り、まあまあ1枚ぐらいはありか。 45% 上がんのやったら、うん、全然いいっすね、全然いい。お、えい、いいね。あ、気持ちいいね。で、しっかり、遅くした敵ダメージも、はい、乗っていく。3000。はい。はい。もう空中で倒しちゃう。そう、敵が縦に湧くからさ、めちゃめちゃ相性いいんよな、これほら。もう全部範囲、カバーできる。はい、頼むで。あ、メインショットサイズ来た。310%。調子いいね。さあ、メインショットサイズ4枚目。おー、来てますね、来てますね。え、4枚で何パーやったっけ ?4 枚で310%。で、ラストで、え、どちら500やったっけ、ラスト。400やった？ちょっと忘れたんやけど、500やとしたらすごいことになるな。もう比じゃないくらい増えるよ。いや、マジで5枚目楽しみ。うい。いきまーす。2!2! あ、もう終わりっすか？早っ。何もしてない。うい。さあ、15回、ここ自販機行くかどうか。貫通とか変えたらでかいねんけどな。うん、2回やって出へんから行こう。なんかこの自販機の売ってるやつさ、無印の飲み物にそっくりやな。色合い的に。どうだ？褒めたで。ええの出せや。はい！あー、メインショット取りか。まあまあまあ。そんな容器いらんか。でも2枚ぐらい買っとくか。よし、ラスト。はい。あー、残念。はい、よいしょ。メイン射程、いいよー。来てる来てる。
でも言うてほぼオレンジやな。あれもしかして全然レンジだけでよかったっていう可能性ある？これ赤いらんかったかもな。やってもうたな。はいはいはい。おお、塗りもほら見て、塗りも太いわ。ローラーぐらいあるわ。ほいほい。こいつは、あーちょっと足りひんな。5枚目積んでたらいけそうやけど。てか、ね、でへんやん。故障した、故障したよ、システム。何これ。いい、よいしょ。まずいまずいまずい。ここに来て、待て待て、ここに来て。嘘やろ、来い。いやー、あかん。あーでもチャージ時間来てる。よしよし、ナイスナイスナイス。それでかいね。やっぱゾロだってさ、3000世界の予備動作長かったらもうミホークに背中5回ぐらい刺されるやろ。うれうれうれ、よっしゃ、うれうれうれ。めっちゃできてる、楽しい。いやこれ貫通もっとあったら楽しいねんけどな。うわ、なんかいらんことしてきよったね。ねこいつ、ウソップか、お前ウソップやろ。いやー、もうちょっと貫通やな、これ。貫通のやつ。はい。いやー、ちょっと怖なってった。メインショット塗り。まあでもこれ行くしかないよな。はい。よし、オッケー。さあ、いらっしゃいいらっしゃい。うわー、でも全然貫通せえへんな。足りてないわ。全然足りてない。いやー、さすがに8体貫通いるな。いくら範囲でかいとはいえ。頼むで。そろそろサイズマックス来てくれや。インク効率メインもありやけど、今、言ってる場合じゃないよな。急に出やんなるやん。どうした？どうした？やばい、俺に牙剥き出してんけど。やめろって。いやー、サイドオーダーってこういうとこあんのよな。絶対行った思ったら、最後の最後で出やんなるやつ。給料の前借りか。さあ、回線ロンドンっすね。ここ結構サイズ上げてるから、もう、こうまとめて一刀両断したいな。これ半分、半分に一気に、パコーン切りたいんやけど。おお、おーおーおー、あ、でも、それっぽいことはできてるよ、ほら。それっぽいことはできてる。いいね、おもろおもろおもろい。えい。横振りも強いな。横振り結構強いよ。ほら、真下から真下から全貫通、はい。はい。いいやん。こりゃ、ロロなゾロやで、ほら。えい。えい。いいね。はいはい。結構貫通するね、でも。で、ラストはどこだ？来た。はい、3000、正解。はい、はい、はい。あ、メインショット貫通かける2。よっしゃー。これはでかい。かける2マジででかい。よいしょ。4体貫通できりゃ、まあまあまあ、どうにかなるでしょう。ほい、ほい。さあ、来いよ。うれうれ。おー、いいね。殲滅力上がった上がった。全然ちゃうわ。なあ。ほら。ほぼほぼいっそうやん。よいしょ。なんで当たれへんな、これ。はい。はい、ここ一刀両断。はい、一刀両断。よいしょ、ためが長い。はい、ここ、こうやな。あ、カニでもあかんのか。あー。カニ弱え。ほら、だいぶ揃ってきたで。あと何や？あと1個ずつか、ほぼほぼ。あと4枚やな。うわー、ここ引きてー、マジで。絶対引きたい。ダメージはちょっともう後回しやな。サイズ頼むで、ほんま。また最後だけ引けへんとかなるんちゃう？もうしょうもないって、それ。違う違う違う、おかしいおかしいおかしい。よっしゃ、あ、400%なんや。500じゃないんや。まあまあ、でも埋まっただけよしとしよう。よっしゃ、ようやくやで。行くで、みんな。ほい。おおなんやこれ、25年前のパソコンのゲームやん。いや、やったな、お父ちゃんにさ、パソコン持って帰ってきてもうてさ、それでなんか緑色の戦車のこんな感じのゲームやんねん。それめっちゃ好きやってんな。あれ名前なんなんやろ、緑色のほぼほぼポリゴンだけのゲーム、25年前の。調べたら出てくるかな。 Google って割と優秀やからな。緑、昔の
戦車ゲームとかで出てくるんちゃう。うい、おお、一刀両な、一刀両だ。あ、でもちょっと貫通足りてないな。ここまで敵出るとたま足りてないわ。もうちょっといるな。まだ満足できぬ。貫通をよこせ。違う、自販機は25で行く。待ってろ、ほら来い。はいはい、もういい、いけ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 、よっしゃー。はい、これで4から8よ。さあ、もうこれで俺に切れないものはない状態よ。ここまで来たらね、何でも切れる。これ技巧、技巧はしません。はい、ドゥッ、おお全部いくわ、ほらほら全部いくわ、一刀両断よ。これこそ男のロマンちゅうもんやの。ほら、こんだけ湧いても、はいはいはい、いや、これも、はいはい、一刀両断なんですね。はい、いいよ、ドーン、来た来た来た、トゥー、完全世界、やー。さあ、あとはもうね、射程も正直どっちでもいいんで、威力上げたいとこやね。はい、あー、こっちにしようか。 15% アップ、こっちの方がいいな。あ、アラマモさん久々やな。おいおいおい、あー、ごめんごめん、はいはい、どけどけ、雑魚には弱ね。はいはいはい、いいよ、クク、じゃあ、はい、クク、クク、積んでるやん、お前ら邪魔なってんで。何か出ないかな。はい、あ、インクショットダメージ、まあまあ、じゃあもうこれ買おうか。3枚買うだけで全体ダメージが 15% アップやろ、全然でかいわ。はい、もう一回行くか。あ、買おう変えた変えた、これもう一個買えるんやけど。うわ、買うか、これ次リセットできひんけど、行くか。ここで 50% アップはでかいよな。まあ、次適当に練りコイン高いの取るか。あ、インクショットダメージやマジか、乗るんか。はえー、急に6連続インクショットダメージ、一気にべらぼうに強なったんちゃう。はい、4400やろ、4600、ほら遠距離で4600なんのよ。これはもう何者もワンパンでしょう。こっちか。はい、しゃあ、あー、このステージもおもろいとこっすね。ほら、いっぱい出せや、いっぱい出せ、いっぱい出せ。わあ、すごい威力だ、すごいとんでもねえ威力になっちまったぜ。よっしゃ、やあやあ、どうじゃ。はい、アーマー取って、はい、ドン、一刀両断、一刀両断、トゥートゥー、しゃあ、はい、直接切るか。ほっ、直接切ったらこれ倍になるから。あ、でも近距離ダメージ上げてないから遠距離の方が強いな。はいはい、ほぼほぼラストよ。あ、来た来た、メイン射程、はい、200%。さあ、最後の最後でもうそのメインディッシュ付け合わせを添えて完成みたいな。うん、よいしょ。うわ、強え、マジで。うい、あ、もうあいつも一撃ちゃう、ほぼお前よかったら一撃やな。はいはい、最後にハンバーグプレートのポテトを乗せてようやく完成みたいな。最後に完成させます。はいはいいいね、気持ちいいね。はいはいはい、あ、来た来た来た、あいつワンパンでやりたい、ここシャワンパン。さあ、ラスト29回、ここはもうね、メイン射程ちょっと狙ってみるわ、全部使って。あ、でもなんか、レンジ出てるで。よう、レンジ出てる。いける気する。うわ、ダメージも上げたいけど。さあ、あと3回。1。2。来たー!いけちゃうんですね、今日の私は。どないです ?240%。もう端から端まで飛んでいくよ、これ。
おお、あ、でもなんか思ったよりやな、なんか体感もうちょっと飛んでそうな気すんねんけど。あ、でも横振りはだいぶ遠くまで飛んでる実感あるな。うん、横振りはなんか全然違うわ。うん、おお横振りの方が強いやんけ。あ、横振りめっちゃ進むんやけど、あれタメ切りの方が進むかなと思ってたんけど、横振りの方が強いんか、ワイパーって。こんなことあるの。おい、はい、進め進め。いやー、もう小田子の最初のセリフ全部スキップするからさ、久しく声聞いてないよなマジで。はい、4000。あー、でもためで4000か。となると横振りの方がテンポ早いからどちらか強いな。いきまーす。はい、ブルルルルル。はい、お目目集中狙い、ドーン。はい、いきまーす。はい、でうわ、カニタンクめっちゃ楽。はい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 、ここまとめていこうか。はい、ここまとめていくよ。はいはい、貫通してまとめていくよ。さあ、ラストカニタンクいきまーす。はい、お疲れ様でーす。ちゅうわけで、オレンジ多めでメインサイズを限界まで詰めばサイドオーダーの世界一刀両断できるでした。ほな、お疲れ様でーす。